そうです、まあ久しぶりに集まるのでやっぱり、まあ、まずを選んでもらえて嬉しいなっていうのと、まあ日本代表としてやっぱ戦っていい試合をして、まあ、まず今年一発目なのでそれを勝ってやっぱり終わりたいなと思います。とにかく今までと同じような練習をやって、まあ、もう一回自分たちのサッカーをこう、まあ、思い出しながらというか、まあ、各自クラブで試合をやってたので、まあ、そういう意味では一回もう一回復習じゃないけど、まあ、そういうふうに確認して、まあ、明日の試合に臨むって感じです。まあ、僕としてはやっぱり個人的にも裏を取るのが得意なんで、まあ、そういう意味では相手の裏を、まあ、ついて、まあ、乱れてないこう相手に対してそこを乱してかき乱して、まあ、それで得点機会を増やしていくっていうのが、まあ、自分の特徴なのかなと思います。まずやっぱり日本代表として戦う、まあ、気持ちを持っていい試合をしたいっていうのと、まあ、結果を出してワールドカップにつなげたいっていうのがあります。そうですね、もう、まあ、日本代表として戦うということ自体がまあ、誇りというかそういうふうに思っているので、まあ、全力を出して明日は勝ちに行きたいと思います。